岡田新、1885年3月10日から1946年8月15日は、日本の大正、昭和期における大蔵省官僚、銀行家。大蔵省官僚としては、主に特殊銀行、植民地金融を担当した。滋賀県出身、1885年3月10日、滋賀県安郡主産、村吉美で誕生。父は、 滋賀県議会議長や衆議院議員を務めた岡田一次郎、母は一次郎の三番目の妻、義子八女七女の六尾として誕生したが、長男、四、男が溶接により、対外的には四、男と称す。京都府立一中より第四高等学校7月5日、卒業を経て、1909年7月10日。 東京帝国大学法科大学政治科を卒業した。大学卒業後、大倉省専売局初期に任じられ、1909年11月、文官高等試験に合格した。以後、専売局長官官房初期兼製造部初期、名古屋専売局初期、熊本専売局事業課長兼製造家副参事を歴任する。なお、 1911年12月より1912年11月まで、志願兵として、不評第38連隊に入営のため専売局を一時休職した。1916年4月、大倉省銀行局事務官に転じ、大倉大臣、勝田和江の下で行われた、地方銀行への検査を担当した。1918年12月より、翌年6月までの間、 日本軍のシュベリア出兵に際して、ウラジオ派遣軍軍生物機として、日本軍占領地及び、オムスク政府の財政状態調査並びに、財政確立のための支援を行う。1919年8月、大倉省銀行局特別銀行課長に任じられ、日本銀行をはじめとする特殊銀行を担当する。合わせて、日本官業銀行管理官、 日本工業銀行管理官、台湾銀行管理官を務める。特銀課長在任中は、国内並びに植民地産業育成のため、特殊銀行の資金調達円滑化を目的にした、日本官業銀行、日本工業銀行、農工銀行、北海道宅殖銀行の資金調達規定改正や、金融準備調査会の設立、植民地金融並びに、 産業施設調査を目的にした、宅殖経済調査委員設立に尽力した。東洋宅殖理事就任1925年5月25日、大倉省において、特銀課長として、台湾銀行や朝鮮銀行を介し、植民地金融に関わっていたことから、朝鮮半島を中心に植民事業、産業開発を推進する東洋宅殖、 渡辺勝三郎総裁からの要請を受け、同社理事に就任し、大蔵省を退官した。当宅においては、同社が持つ長期資産の整理、社債をはじめとする新たな資金調達の実施を主に担当した。台湾総督不在務局長、就任1932年3月15日、台湾総督不在務局長に就任した。同時期に、 台湾総督に就任した南博氏は岡田の第四高等学校帝国大学法学部政治家の先輩にあたる。岡田が着任した2ヶ月後に5.15事件が起こり、南博氏が定身大臣に転出、代わりに台湾最後の文官総督である中川健造が就任した。岡田は第一次世界大戦後の不況期にある台湾財政立て直しのため、 財政の自立化、産業の工業化推進を目的として、業務を遂行した。1933年には、所得階級別の租税及び効果負担状況の調査。1934年には、土地利用状況の調査を終え、これらをもとに1935年に、地礎改正、岡田が財務局長を退任した後の1937年に、租税改定が行われた。また、 1935年を初年度とする台湾産業開発10カ年計画においては委員として計画策定に関わった。ちなみに台湾財政における歳入額は1931年11600万円から1936年17600万円、1937年200300万円と岡田在任前後の6年間で大幅に増加した。 北海道拓殖銀行峠取り就任1936年2月17日、第6代北海道拓殖銀行峠取りに就任した。岡田峠取り時代は、戦前の北海道拓殖銀行において、非常な飛躍を遂げた時期と同行内部で称されている。1936年12月北門銀行、1941年1月、カラフト銀行を、 合併吸収することで銀行としての基盤強化を図るとともに、営業形態は普通銀行としての色彩を強め、不動産金融を縮小し、預金による調達と短期貸し出しを大幅に増大させた。特に軍需産業への偏った貸し出しが行われていなかったことが、日中戦争から太平洋戦争へつながる、この時期において、経営の一番の特色とされる。 満州工業銀行総裁就任1941年2月、第2代満州工業銀行総裁に就任した。1937年4月から実施された満州国第1次五可燃計画の結果を受け、第2次五可燃計画実行のために必要な安定した資金供給実現を目的として業務を遂行した。東京支店の機能を拡充し、 内地からの資金獲得を含めた調達基盤の多様化を模索する。一方、第一次計画期間において行われたの方綱な貸し出しを抑制した。1945年8月8日、ソ連は日本に対し戦線を布告。翌9日にはソ連軍による満州進駐が開始した。8月13日、岡田は満州重工業社長。 高崎達之助などと私的に集まり、ソ連軍の満州進中に伴う日本人住民の生命を守るため治安維持会を発足をさせた。これを契機として8月19日に新疆日本人会が作られ、以降日本人会が満州全域に作られていった。8月28日には13日に集まった岡田、高崎達之助等に加え、 満州国総務長官、武部六蔵、満鉄総裁さん、崎本剛、吉、満州拓殖総裁、斎藤や平太なども加わり協議を行い、全満州在留法人を救済する機関として、日本人回送会を結成した。同時に、ソ連軍による拘束の可能性が低い民間人である、高崎達之助を代表者とすることを決めた。以後、高崎を中心に、 ソ連軍当局と交渉を行い、日本人海藻会の承認と満州国財産と重要施設の円滑な譲渡と引き換えに在留邦人の保護を交渉。合わせて避難民救済に必要な資金確保に努めた。1946年4月14日、中国共産党指導下の八祖寺軍が長春に入場した。それまで長春は、 ソ連軍統治下にあったが、八祖寺軍がこれに代わり、同年5月23日国民党軍入場まで続いた。八祖寺軍占領下の長春では、日本人保護の費用として1億円の資金拠出、医師、看護婦の徴用403名、労務の提供を求められ、撤退に際して645名の日本人が連れ去られ、その中に斉藤や平田満州拓職総裁、 満州工業開発理事長、竹内徳井と共に、岡田真の名があった。一説では、岡田真らは5月14日に連行されたという。竹内徳井と岡田真は、チャムスに連行され、8月15日に他の満州要人と共に、中央広場で民衆裁判にかけられる際、万家用人奪還を企む一団が現れ、 大混乱となったため裁判を待たず、銃殺されたというへの伝言。なお、満州中央銀行副総裁、女将号や斎藤や平太も死刑に処されたとされる。岡田新死去の正確な日時は明確でないため、遺族は終戦記念日である8月15日を命日としている。奈良井神社、ありがとうございます。